44のバイオリン二重奏曲 SZ-98BB104 はバルト・オクベーラが1931年に作曲したバイオリンのための二重奏曲集。また作曲者自身が1936年に本曲集から6曲を選んでピアノ編曲を行い小奏曲 SZ-105BB113 と名付けた。この曲集は ドイツのバイオリニスト、教育者であったエーリヒ・ドフラインが、1930年に自身が編纂を計画していたバイオリン初級者向けの教本とバイオリン曲集に、バルトークに機稿の要請を行ったことに橋を発している。バルトーク本人も1931年に友人への手紙で、ドフライン氏の刺激がなければ、この曲集は書かれることなどなかったと言及しているなど、 はじめからバイオリン教育の目的で書かれた作品である。曲集の大半を占める42曲が東ヨーロッパの多くの国々の民謡の旋律を用いた民族音楽の編曲作品であり、残りの2曲も民謡の特徴を取り出して作られた民謡風の作品である。バルトークはルーマニア民族部曲15のハンガリーの農民の歌など、 同様の編曲作品を世に送り出していたが、そういった作品群の最後期に位置している作品である。フライブルグのバイオリン教師だったドフラインは、妻のエルマと共に20代の若さで音楽教師養成施設を作るなど、積極的な活動を行っていた。その中で彼は、初心者向けの教則用の作品であっても、 芸術的なレベルが低くてはいけないとの考えから、自ら初心者向け教本やバイオリン曲集を編纂していた。その過程では、弦楽器奏者としても名手であったパウル・ヒン・デミットに作品を依頼している。ド・フラインはもともとバルトークには、ピアノ曲集、子供のためにより何曲かをバイオリン二重奏のために編曲し、先の書籍に収録したいという要請をしていたが、バルトークは、 ドフラインのために新作を作る意思を示した。そして翌1931年1月から9月にかけて難易度はバラバラな4グループほどに分けてドフラインへ送付され手紙のやり取りなどで手直しが行われつつ曲集が作られていった。これらの曲集は最終的にショット社から発売されたドフラインの教本と曲集には一部が収録されバルトークが契約していた。 ウニベルザール出版社から全44曲が2冊に分かれて1933年に刊行されている。ドフラインは作曲に向けてバルトークに主位賞を送っており、その中で以下の5項目を挙げている。バルトークが実際に書いた作品は、火星とリズムの自由さは曲集を通してはっきりと打ち出されているのと同時に演奏時間1分程度の短く簡単な形式で、 書かれ、いくつかの旋律をメドレー的に使うという他の編曲作で、しばしば採用された方法は、避けるなど、ある程度この趣旨書を踏まえた作りとなっている。またバイオリンの技術的な面、例えば、ダブルストップは、どの段階から使っていいのかなどについては、ドフラインからバルトークに送られた手紙などによれば、ドフラインに意見を求めて、作曲に反映していることが判明している。 バルトークは自身もピアノ教育に携わっており、また、すでに、子供のために、など、教育用作品を制作した実績もあった。さらに本作品と、同時期には、後に、ミクロコスモスとなる、教材とすることを意図した作品に取り組んでいた。そのため特に本作品と、ミクロコスモスにはその曲目の構造などでも、共通点が存在する。また、ドフラインが、 曲集の中で、西部的な聴き方と対位法的な音楽実践の協定を目指すという意図を持っていたことから、バルトークは2世を基本とする対位法的な曲も盛り込んでいるが、こういった作曲法は、1926年のピアノ曲9つの商品などでも試みられていたもので、ミクロコスモス同様、バルトークの作曲手法の特徴がよく表れている作品とも言える。 本作は4つの巻に分かれており、曲は優しいものから難易度順に配列されている。第1巻と第2巻は基礎レベル、第3巻は中級レベル、そして第4巻は上級レベルの学生に適するよう書かれている。作品全体にわたって不協和音は認められるものの、多調が入り込んでくるのは11曲目からである。リズム、不協和音、カノンと反響、 そしてバイオリンの音域全てを駆使した多様さがとりわけよく知られている。小祖曲には第28、32、38、43、16、36番の順に6曲が選ばれて編曲されている。ありがとうございます。